一家に一台ありますね。新年は毎年恒例の合宿地宮崎で迎えました。グローブの手やけど、普段は天真爛漫な何わっ子食事の時間だけが心休まるひとときです。彼女には今大会にかける強い思いがあります。前回の悔しさをほんまにリベンジだと思います。4年前地元大阪での東京オリンピック代表最後の一枠をかけた戦い、自己ベストを30秒以上更新し優勝、オリンピック出場に大きく近づいた瞬間でした。しかし1ヶ月後、名古屋ウィメンズマラソンで一山麻緒選手に自らの記録を抜かれ、オリンピック代表の座をつかむことができませんでした。正直なところまだ気持ちの整理がついていないので、あと一歩のところで叶えられなかった夢の舞台、東京オリンピックのエンブレムです。迎えた東京オリンピック、ライバルたちがレースに挑む中、松田選手はその日地元大阪にいました。走る理由すらわからなくなった時期もありました。思いのほか心が削られすぎてきつかったですね。人生濃いなと思いました。濃すぎますね。もうやめようと思ってたぐらいやっぱきつかったんで。それでも松田選手はもう一度チャレンジすることを決めました。選んだ場所は4年前と同じ地元大阪です。同じ大阪でその後名古屋があって、大逆転劇もあり得る上で私は大阪を選んだんで、本当にこれが全く同じリベンジのやり方かなと思うので、誰が何と言おうと松田がパリ五輪の代表でしょって言えるぐらい、それぐらい強い姿を見せて優勝をしたいです。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。